はい、どうも、さんこんばんは、のもろです。今日もダンボール戦記じゃねえわ、これ、マリオカートエトラックスやっていきます。というわけで、1コース目は DS マリオサーキット、キャラクターはピーチでございます。というわけで、前回はまあ昨日ピーチ使ってたんだけど、今回はピーチ使っていきます。いやー、でも前回全然1位取れなかったからな、ちょっと今回は1位取っていきたいところだけど、打開コースいきなり引いたか、まあ一旦ここダブル割っちゃって、まあ完成したか、まあまあまあ、とりあえずはいいじゃん。で、このまま、コインも拾いつつ、ここのコインも拾って、ちょっと減速しつつ、交換したかったんですけども、交換させてもらえず、まあ、いっか、一旦このまま、次のダブルを割りに行く形で、OKOKOK、競り勝っていった。しかし、あんまりいいアイテムは引けなかったことはないな。これはめちゃめちゃいいわ。ここはどうしようかね。一旦、次、裏に、木野さんを引きに行こうかな。これ多分引けるでしょ、裏木野さん。で、木野市かー。これどうしよう。いや、ちょっとあんまり抜かしたくないな、これね。ここで一回使っちゃって、インのアイテム割りつつ、もう一回無敵ループしてくれたけど、ちょっとこれはどうしようか。そのファイアボール怖いけど使えなかったな。ここで9割をしないと多分裏にもう一回スター引けないから、いやー、そういう時に限って引かねえんだよな、マジでさ。やばいな、これどうしよう、こっから。いや、でもまあ、サンダーとかがなければ全然ワンチャンあるアイテムではある。ここも使っちゃうか。使っちゃって、怖い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 、一旦右に避けつつ、いや、無敵引けねえか、マジで。もう全力でここは使ってって、金機能を。ここも一気に抜けて、まずい、ここは一旦アシストつけて、まずいけど、これ一回ブレーキかけつつ、ここでアシスト切って、この赤は早く投げてほしいんだけどな、ここ投げてくんねえのか、これ。そしたらここで一気に抜かす。どう？これ2位まで上がれるんじゃない？強っ。最後、アイテムの使い方めっちゃ賢かったな。サンダーなくてよかったわ。さあ、続いてのコースはロゼッタプラネットですね。ロゼッタプラネット、これ動画で走ってるの初めてかな。一回ぐらい走ったっけ？いや、走ってないような気がするけども、やっていきましょう。前がなんと、スーパーコメットだね。こいつも、あれか、ちゃんとハング使ってんだな。ちゃんとっていうか、ハング使ってる人なんだ。珍しいね。とりあえずはここは SMT からの、MT しか出なかった。マジック。じゃあ、ここ UMT 出していこうか。で、ここは1個コイン取りながら、まあ、これ投げちゃって、ここのコイン欲しい。コケもらって、左のコインもゲットしつつ、ちょっとやばいよ。それ、怖いから一旦ブレーキかけるんだけど、ちょっとやばいね。これまずいけど、怖い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 。もう1個あったんか、お前。ここは早履きしていきながら、2個目、次のダッシュボードで一旦ここで、アシスト切ってって、ここは、SMT 出せたらベストなんだけど、出せなかった。まあまあまあ、でもしょうがない。一旦このまま3位キープでいこうか。お前怖いだろ、このバナさん。さすがにそのまま走ってたらそうなるよね。ここは SMT からの SMT でいけて、いや、ちょっと後ろ見てるうちに、コインを拾いに行ってしまったな。ここは一旦捨てるか。まあ、両方捨ててよかったな、今な。で、裏何が出る？クラッカー。ちょっと待て。あそこジャンプアクション出たりするんかな？あそこそんな、柔らかい壁なんだね。いや、怖すぎる。ギリギリセーフだけど、これはダブル取りに行って、ここの外側行きながら、いや、キノコ2個か。なんとも言えないね。まあ、でも次の、外側で使っていこうか。やばい。ここ一旦アシストつけないとまずくて、ここは、ジャンプ中にアシスト切っていこうか。オッケーオッケーオッケー。いい感じじゃない？で、ここ怖いね。この、イカスミマジで怖いけど。いや、どうしよう、ここ。いやー、このキノコの使い道悩むね。一旦ここは SMT からの SMT 出して。いや、でもコインがちょっと足りねえんだよな。ここでキノコ使うか。で、キノコ使って、上乗って、上乗るの強いでしょ。やばい、危ねえ、ギリギリセーフ。いやー、これトゲが来てくれるかどうかにかかってるな、マジで。ここ、さすがにキノコ使って。いやー、ダブル割りに行けなかったの、いやー、マジで。あいつ何持ってるかな、1。いや、でもさすがにここ投げたら俺がもっと下がっちゃう可能性あるから無理だな。トゲももう間に合わねえよな、これな。いやー、ダメか。惜しかったな。もうちょっと早くトゲ来てくれたらワンチャン1あったんだけど、まあ、しょうがねえな。さあ、続いてのコースは GBS ノーランドですね。俺苦手なんだよな、ここ。
あそこの書とかがいつまで経ってもできないっていうレッテルが、レッテルというかまあ悲しきサガを背負ってるんで、ちょっとこのステージ苦手なんですけども、あまあとりあえず下がりながらちょっとこのオンラインマッチで練習していこう、あそこのショートカーを多分高齢でキノコ引けるから、よしよしよし、ちょっと練習すると。あそこって MT ないとダメなんだったっけ。ここ一旦ここのこの上でから飛んでけ、あーなるほどね、ちょっと分かったかもしれない。いやこれ掴んだぞ、ちょっと待て、あそこのくぼみなんか怖いんですけど、ちょっと待て、くぼみがちょっと出っ張ってる部分があるから、そっから飛べばいいんだな多分。オッケーオッケーオッケー、なんとなく掴めたような気がする気がするだけな可能性は全然あるけども、ここはちょっとショートカー行かなくていいから、コイン欲しいけどもらえねえなー。ちょっとこれはトゲに道譲りつつ、どうしよっかね、ちょっとそのバナさんも怖いんだけど、一旦もう一回ここのショートカーをしていくよ。ここ、あー今ミニジャン出なかった、出てたら言ってたわミニジャンが出せなかった、ちょっと待って危ないね、ちょっと一回下がろっかこれ、下がって9割するわ。ここで全部捨てまして、何が出るか、サンダー引いた、これどうしようか、悩む部分ではあるね、ここのサンダーの使いどころは。いやーこれどうしよっかな、ちょっと前のやつらがショート化できないように潰しに行きたいんだけど、どこで使うべきかな、ま、この辺かな、この辺で使ってアイテムを取りに行くんだけど、よし、どいてくれ、どいてくれ、オッケー、いいだけど、ちょっと我慢して、よしよしよし。で、このキノコ2個、いやー、1個は使った方がいいのかな、わかんねえな、これ。使うべき、いや、使わなくていいと思うんだけどな、いや、赤とかが来たら怖いなっていう話ではあるんで、ねえ、お前邪魔、マジで。ねえ、ほんとにやめて、危なすぎる、危なすぎる、怖い怖い怖い。で、ここで1回使って、もう一度使いながら、イン飛んで、オッケー、これ決まったでしょ、よっしゃーこれ気持ちいいな、今サンダーの使いどころ完璧だったでしょ、最高。さあ続いてのコースは GBA マリオサーキットですね。ちなみにさっきまでとは部屋が変わっておりますというわけで、いやーちょっと苦手コース引いちゃったなここ苦手なんだよな。まあ一旦打開でやっていこうか。でも誰も打開してないね、それはむしろありがたいけども。いきなりスターを引いたけど、ここでショトカをするんではなく、一旦ここのコインだけ回収したいんだけど、ちょっとラインがガバガバになってしまった。ここも外側のコインを、3枚取っていきたいけど、 OK 取れた。で、ここもさらにコイン取って、いやちょっと待って、スターのハンドリングが良すぎた。ちょっと待てよ、落ち着いていけ。ここもコイン取りたいけど、なかったけど、ちょっと待て、これ全部使いたかったやばい、下手すぎる。まあ、一旦ここでコイン取って、いやー後ろキノさんじゃない、キンキノか。これキンキノ出るのはちょっと予想外だな。ここも早めに使っとこうか。で裏何が出るか、スターか、なるほどね。まあ、次の、アイテムでダブル交換できるっぽいから、まあいいんちゃいいんだけどっていう部分だな。だけどだよなこれな。いやー9割はしたいから、ちょっとブレーキかけめて、ここ絶対にダブル、オッケーオッケー、ダブル引けた。無敵引けないかこれ、ちょっとそれはきついものがあるな。ここ無敵引けないか、マジか。ちょっと待って、押さないでキノピーチ、ちょっと待って、どうしていこうかここから。いやでも防御ないもんなこれ。とりあえずはまあインついて、ニスクは諦めつつ、ちょっと外側寄って、怖いねマジで、こいつら何持ってる、わかんないけど、この赤とかマジで投げられそうだから、早めに、ダブル割りに行って、こいつに速攻近づいて、早めにこいつ食らわせたかったけど無理かいやあれは手出しできねえないや惜しいです、多くねえかきょさあラストコースは骨骨砂漠ですね、やっていきましょう。骨骨砂漠得意じゃねえんだよな。まあでも結果は最近よいい感じのイメージはあるから、まあ頑張って前張っていこうか。いやでもスタダを相変わらずミスってるな、なんで俺こんなスタダミスるんだろう。ここはいった、いやー昨日さんじゃないバナさん引いてんのちょっと怖すぎるけど、とにかくインついてで、オッケーオッケー、いい感じに前には出れたけどコインは取られちゃうか。ここも壁にも当たっちゃうし、ドリフトも消えちゃうし、骨クッパにボコされるし、骨パックにボコされていくと。これは一旦外側のルート行ってコイン回収かな前は張れねえな、打開でいこう。一旦打開に切り替えてって、ここのコインも絶対にダブル欲しいけども一つしか取れないと
今日ひどいな。ちょっとその上も行けないよね、多分こっちからだとね。そしたらこれはさっさと使っちゃうか、両方で、何が出るかって話だけど、木の位置か、まあ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 って感じか。これどうしていこうか。まあ、とりあえずは、次のダブル次第って感じかな。ちょっとそこのコインも欲しいけど。いやー、全然もらえねえな、コイン。コインくれ、マジで。まだ5枚しかねえもんな。ちょっとしんどいね。ちょっと待って、これ止まってられないか。マジしんどいぞ、これ。ここは一旦ダブル割りたいけど、ここ滑るから割りにくいんだよな。ちょっと待って、どうしよう、これ。結構ひどいぞ。一旦ここはもう即スター吐いてって、次のシングルじゃない、ダブルを割るんだけど、オッケーオッケー。減速しつつ割りに行って、キラーも、ここで吐いちゃおうか。ここで吐いちゃって。いやー、俺3枚取れると思ってキラー吐いたんだけど、3枚取れなかったか。これシングル前で、壊れ、止まってくれねえか。これまずいぞ、どうする。いやでもそこの、なー、バナさんマジで、きついけど、ここでコインが8枚にはなったか。オッケーオッケーオッケー。まだワンチャンある。まだ全然ワンチャンあるな、これ。この木の位置、多分、最後まで回してった方がいいと思う。ねえ、何お前、急に現れんな、マジで。とにかくこの木の子を最後まで回し続けたいんだけど、お前ちょっと骨クッパ早く行ってくれ。早く行ってくれないとちょっと邪魔すぎて。いや、でも、これ絶対吐き捨てるだろ。吐き捨てなかった。マジか。ちょっと展開アイテム多すぎて怖いな。やられてるね。最後キノコでショート化しようとしてるやつが、やられてたけど、どう、これは2位で終わるか。全レース惜しいな今日。2、2、1、2、2か。なんでだよ。